新型コロナウイルスに感染しないぞーのですね、究極のおにぎりをこれから作っていきたいと思います。実はひじきご飯って初めて炊くんですよね。ひじき買ってきました。中身 14g しか入ってなかったんで、ほぼ1袋入れたんですけれども、お米3合に対して本当はひじきがだから 15g 以上ね入れるみたいなんですけど、だいぶ乾燥ひじきふやけてきました。今回見てるレシピはですね、白ご飯 .com というサイトの炊き方をある程度真似てます。ご飯3合に対して水が 120% なので 540cc かな。でそこに塩とグレープシードオイル、料理酒、この3種類はいつもの通り入ってます。で今回ですね、だし汁 300cc とか2合の場合はね使ってくださいと書いてあったんですけれども、普通のね昆布使ってます。これの半分ぐらいかな、細かく切ってでそのまま入れてます。海藻類の濃い卵を多く取ることによって ACE2 受容体にそれが絡まり、新型コロナウイルスが感染しにくい体になっていくそうです。なのでひじきに、昆布ね、これポイントです。そして人参はちょっとねこれでいいのかなっていう感じの切り方なんですけれども、油揚げとかも入れていくとパンパンになりますよね、油揚げで。白ご飯には書いてあったのは、本当はお米1時間ぐらい浸水させたら一度ザルにあげて、それからだし汁入れてくださいねって書いてあったんで、本当はその方が美味しいんでしょうね。あとですね、こちらみりんですね。レシピによると大さじ2と2分の1ということで、グラム数でいうと大体 56.2 とかそんな感じかな。まずみりんはそれと同じぐらいを入れます。でお醤油がね同じ量なんですけれども、ちょっとねもしかしたら辛いかもしれないと思って、少し少なめですねを加えます。で後でおにぎりにするんですけれども、こういうマーク見たことありますか？目覚ましご飯。ぜひ農林水産省目覚ましご飯で検索するとちゃんとこのマーク出てきますんで、農林水産省太鼓判のこの焼き海苔を使っておにぎりを作っていきたいと思います。これでね、海苔も海藻類なんで、これで新型コロナウイルスにかかるようだったらなあ、俺も嫌になっちゃうようなぐらい本当に大丈夫だろうこれでっていうね、究極のおにぎりをこれから作っていきたいと思います。あと忘れてました、抗酸化作用のですねものすごい素晴らしい主役を忘れてました。玉ねぎの皮も加えます。こちらですね、これも加えていきます。すごいな、もうこれで料理やんか。ほぼほぼご飯というよりはね、もう料理ですねこれ。こちらの健康盛り状態ですが、実際に炊いていきたいと思います。火加減はね、こんな感じで超弱火です。これで10分炊いていきます。今日の日付今確認しました、5月3日ですね。もうなんか全然もう曜日の感覚もなければ、お休みの感覚もなければという生活がずっと続いてるんですけれども、10分蒸らしましたよっていうことでお知らせしてくれました。で、今炊いたご飯、普通はあ、見てみましょうか。こんな感じです、パカッ炊き上がりました。さてこれは玉ねぎの皮もね取りやすそうですよね。まずは玉ねぎの皮を取り除いていきます。こういったねボール受けてあげる方が簡単かなと思いますね。初めて炊いたひじきご飯、一応レシピ通りに近かったんでちょっと違いますけどね。浸水1時間後に1回水ジャーって流すんだってのは知らなかったん でその後に改めてだし汁を入れるとね良いですよっていうのは書いてあったので、普通働いてらっしゃる方とかと学校の方たちはやっぱりお昼休みとか決められた時間に食べるんで、それはしゃあないんですけど、僕ら自営業の人たちはきっとね仕事の合間合間とか本当に腹が減ったら食べるとか、そういうスタンスの方が多いのかな、どうかな、決めた時間で食べてるのかな。お医者さんとかはねやっぱり昼休みとか決まってるのでその時間で食べると思うんですけど、私の場合はお腹が減ったな、またはお腹がグーグー鳴り出したなっていうところまではね食べないですね。なぜかというと一般的に動物ってやっぱり腹が減ったら肉食動物とかも狩りに行くわけですよ。で腹が空いてない満腹感もあるっていう時は食性の動物を襲ったりとかしないので、人間も動物なんで腹が減ったら飯を食うっていう風にしていくと、1日2食かな3食食わなくなりましたね。だいたい夜お酒飲むっていうのもあるんですけど、そうするとね朝お腹減らないんで、水分補給はするけどみたいな感じですね。かき混ぜていこうかなと思います。ザザザザ、なんかちょっと汁分が多いかな、わかんないな。一応計算したんですけどね。さあ
果たして混ぜられるのかどうか。どうやろな、いけるかな、移し替えないとダメかな。昆布もね普通に入ってるんで、いやちょっとこれ鍋が3号だとねでかすぎたな。2号っすね、レシピ通り作った方がいいぞ。これは混ぜ合わせるのが大変ですね。移し替えようかな、これそういう風にします。移し替えたいと思います。はい、こちらアルミパンです。普通のですね、よく見ますよね、レストランとかでね使ってるやつとまあ同じ、まああとアルミのちゃんとねフライパンとかもあるんですけど、やっぱね料理何で作ると美味しいかっていうと、プロのやっぱり料理人さんはこういうアルミパン使って作るから美味しいとか、どっかのシェフ言ってたな、なんかね銅で作った方がやっぱり、ね、熱伝導が良くて全然味違うんだよって言ってたんで、だから家庭でそういう味が出せないのはこういったアルミパンとかね、あと銅を使ったりとかして作ってるからなんですよ。今いるこの事務所の物件は本当に隔離されてるような感じで、どこの家にも隣接してない最も安全な物件って思ってます。で、ああいう風に外も出れますし、なんかいっぱいついたな。うん、なんか味見したら美味しい。はい、プロのシェフたちが使ってるアルミパンに移し替えて混ぜ合わせます。なんか本当はこれでご飯炊いた方が美味しいだろうね。あ、いい感じする。書いてあったレシピよりちょっとやっぱね お醤油を少なめ、あとは昆布で出し取ってるのと、昆布もだから前の日から水につけといた方がねきっといい出し取れると思うんですよね。あと昆布水飲んでらっしゃる誰だったかな、大阪の方の料理人さんとかいましてね、俺もだから明日とか、あ、そっか、今日の夜に昆布をお水につけといて毎朝その昆布水飲むようにしよう。で、その余った昆布はそのまま食べちゃうと、そうすれば毎朝フコイダン取れるよねっていうことですね。はい、なかなかいい感じだと思うんですけどね。こんな感じでこぼれるかな、こぼれるかな。お醤油を少しやっぱ減らして味をね、もし濃かったら味調整できないんで、薄い分にはね足すことができるので、まあ、書いてある分量って結構辛めだったりすることが多いんですよ。で、今回はちょっとお醤油少なめ、だしが昆布以外に本だしもちょっと入ってますけど、ひじきがやっぱり 14g でね、ごくごく普通な感じですね。こんな感じで出来上がりました。では早速試食をしてみたいと思います。撮影してる時間今ですね、PM13時25分ぐらい、私がだからご飯食べるの大体お腹減ったなと思うのが大体この時間ぐらいからあと2時半ぐらいまでの間かな。で、大体1食目食べて、で、夜がね7時半ぐらいかな。うん、で、それで2食で終わりで、途中の間食とかはね基本的にデスクワークなんでほぼしてないですね。ウォーキングはしますけど、それぐらいじゃカロリー全て消費しないみたいですね。で、あと夜寝る時の手前ぐらいまでね、焼酎飲んでますね、緑茶割りみたいな。今回もだから緑茶だけでとりあえず試食をしていきたいと思います。見た目は本当いい感じですよね、なかなか。さあ、じゃあどうでしょうね。いただきます。うまい。醤油減らして正解です。僕的には関西人っていうこともあるんですけど、お醤油少なめの上品な味の方が好きかなって感じでした。皆さんもシンコロに負けない、あ、まだ終わってないんだ次にこのご飯が冷めたところで焼き海苔でね、おにぎり作りたいと思います。大塚の駅の近くにあるボンゴというですね、美味しいおにぎり屋さんがあるんですけれども、そこのおかみさんでいいのかな、がおっしゃってたのは、おにぎりは握るんじゃなくて、海苔にふわっと巻くだけみたいなのと、長時間もしね、持ち歩く場合は、ラップよりは、まあこれラップですけど、それよりは、こちらのアルミホイルで包んであげた方が美味しいよっていうこともおっしゃってました。なんでしょうね、やっぱり蒸れ方とかそういうのが違うんかな。ただ今回はアルミホイルではなくてラップで作りますけどね。はい、まずはこういう感じで焼き海苔1枚に対して、ちょっとお子様用、家族でだからみんなでねこうやって楽しんで料理作るとかおにぎり作るとか、ね、今までお母さん一人がやってたことをみんなで手分けしてねこうやって自分たちで作るとね
それでまたね、じゃあ今日は僕が作るとかね、面白いことになってくると思うんで、ぜひ皆さんでお料理してみてください。でこのままもう包むだけだから、おにぎらずってやつですかね。包むだけはボロボロっとこぼれましたけど、まあこういうところもね、ちゃんと動画撮って残したいと思いますね。こんな感じです。多分プロの人はね、手早いんでサクサクっと作っていくと思うんですけれども、もう2個ぐらい作りますかね。あれやっぱプロフェッショナルってどのジャンルもすごいですね。もう本当に手早くパパパパパッと作っていくので、1日200個とか作ってればね、相当早くなると思うんですよね。まだ多分こんなことしないと思うんだけどな。とね、まあ、大さじ2、大さじ1というか大さじ3強ぐらいですかね。2つ目、まあ大体同じぐらいの大きさかな。こんな感じです。もう1個作ります。みんなでおにぎりを作ろうっていうかね、こんな感じでおにぎりの歌も作ったんですけどね、250ミュージックというところで発売してます。ちゃんとお友達のね、手の乗る会社の人を使って、歌ってもらってます。でその方のゲーム音楽とかね、そういうところでもいろいろ歌ってるんで、もしかしたら今この動画を見てらっしゃる人で、テノール歌手系の方が歌ってる曲を聞いたことがある、そういう時は私の友達が歌ってるかもねっていう感じです。ちょっとこれ小ぶりですね、お子様用みたいな、大さじ3ぐらいかな。こんなもん、はい、これだと包むだけ。ちょっとポロ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 なってますが、包むだけ、握らないということで丸めます。まだ手汚れないしね、簡単ですね。はい、できました。まあこれ売り物にはならんぞみたいなね、ちょっとでかい中ぐらいちっちゃいみたいな感じです。これでまあ本来はおにぎり、ずっと置いといても OK だろうし、2、3時間後に食べても大丈夫だと思うんですけど、だからおやつにもう健康的なおにぎりはね、これから食べた方がいいと思うんですよね。じゃあ実際におにぎり1個でかいの食べてみようかな。すぐ食べてみたいと思います。美味しいに決まってるんですよね。こんな感じです。ひじきご飯プラス昆布入ってて、と海苔ですよ。もう海藻類だらけですね。なんで日本人こういうことを考えたのかな。やっぱ不幸遺団をちゃんと取るようなシステムになってますよね。うん、やっぱ菌に負けない体をちゃんと作ってたということで、なおかつこの不幸遺団を取り入れられる、分解吸収できる酵素を持ってるのは世界で日本人だけというね、素晴らしい。私たちは本当に日本に生まれてよかったなって思ってます。ではいただきます。うん、食べたところ見せられないですけど、うまい、めちゃめちゃ美味しいです。おすすめです。今回作ったひじきご飯、昆布を細かく刻んだものを入れて、それからこの玉ねぎですね、玉ねぎの皮も入れて炊いたひじきご飯ね、なかなか美味しい。もうそのまま昆布を食べれるし、とても健康的なんで、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。めちゃ美味しい。